はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は幸運の家様、やっていこうと思います。ということで、行きましょう。さあ、一発目、どうしようかな。フクロウ、ビール、カラスか。まあ、ビール取ってみましょうか。プレゼント、光る恋しチェリー、光る恋しを取りましょう。三面ダイス、幼児、カラスか。まあ、幼児取って、キャンディーとか、バブルとか来てくれるように、していきたいですかね。あー、まあ、鍵取って、箱開けれるようにするか。まあ、幼児ダブルにして、ちょっとキャンディーとかピニャータ狙っていってみましょうか。そして最初の支払い、次5スピン後に50。ココナッツ、ごめんダイス、破壊の間じゃない。猿がいないからね、ココナッツ先取りしておくか、ごめんダイスを取るか、の2択かな。ここはでもココナッツ取ってみよっか。お、ギロチンと、ケルナイト。まあ、ギロチンが強いかな。まあ、でも光る恋し取ったからケルナイト取ってみるのも悪くないんだよね。ビール取ってるからドワーフを取って、ドワーフの作業台機体で鉱石取っていくみたいな動きをするならケルナイトの回路もありな気がする。まあ、ギロチン取ってね、大富豪全然来ないよりはケルナイトの方が待ち受けは広そうな気もするな。どうしようかな。どっちだろう。まあ、大富豪ね、来てくれるんだったら金策としてギロチンはとても有効だとは思うんだけどね。あー、でもちょっと光る小石も取ったし、ケルナイトにしてみますか。はいはい。花骨壺バナナの皮か。まあ、骨壺取ってみましょう。金魚、オレンジ、チーズ。オレンジ、まあ、2コイン出すのが序盤なら強いか。一応取ってみましょう。賞金稼ぎ、金魚、ドワーフ。お、ビール飲ますためにドワーフ取る。作業台が来ればこれで、結構やれる気がする。幼児3人目か。バブルかな。どっちだろう。いや、でもピニャータ来れば強いよな。幼児3人目取ってみるか。猿来ないね。50支払って6スピン後に100ですね。あ、でもケルナイトあるから巨大な鉱石は取りやすい。ギロチン、忍者とネズミ、グレーペッパー。あ、今度こそギロチン取るか。忍者とネズミをね、取ってみたいけど、まだどっちも来てないからね。そして忍者とネズミをうまく活用できたことが今までにないのも、ちょっとあるからね。ここはギャンブラー取っておきましょうか。まあ、猫の餌、ミルク取る。オッケー、一発で飲んだ。ドワーフか鉱石か。あー、まあでもまだビール飲んでないし、2人で飲んでくれるかもしれないのでドワーフ足しましょう。ほい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 。石炭、犬、虚空のクリーチャー。まあ石炭、ダイヤになるの待ってもいいんだけど、ここは虚空のクリーチャー取っておきましょうか。ちょっとね、盤面溢れてきてるからね。ドワーフ追加してみるか。ドワーフはね、お、ダブルで飲んだ、偉いドワーフはね、作業台があれば強いんだよ、本当に。でも作業台が来るかどうかはちょっと、まだわからないと。そして100支払って6スピン後に150アイテム、配られる。そうだね。まあ、除去カプセルか金庫か、金庫取ってみるか。お、ドワーフの樽来る。ドワーフの樽取りましょう。ただ、盤面溢れちゃうんで、すぐには樽は割らない。作業台来たら樽割る。怒りコイン、猿。猿、ココナッツ取ってるから猿取りましょう。オッケー、オッケー、オッケー。バブル取りましょうかね。まあ、バブルは幼児が割ってくれる。オッケー、オッケー。バナナ、カメ、カラス。まあ、バナナ取りましょう。猿の餌。種かきか、ササギ。ここはちょっとスキップ。オッケー、バナナ食う。川の処理がね、ちょっと残るのが嫌ですね。これはどうしようかな。ドワーフ足すのもちょっと、結局作業台来るかどうかだし、まあ、幼児の餌でキャンディー取りますか。オッケー、キャンディー一発で食う。で、150支払いですね。で、次が鬼門の225。ペット登録証、豚帳、リサイクル。そうだね。まあ、リサイクルエッセンス取りますか。リサイクル取る。ギロチンあるので大富豪。
お、ジャックオーランタン、幼児を一応多めに取ってるので、ここはジャックオーランタンで行きましょう。チーズ、カニ、金魚。ちょっとね、6回引き直せるのであれば、ジャックオーランタンも来たし、幼児絡みが出ないか、あ、忍者1体なら取っておくか。はい、大富豪を始末しましたよと。で、虚空のクリーチャーは取ってもいいか。そうだね。箱はね、ちょっと開ける手段がないんすよね。そもそも1個取ってあるし。まあ、2個目取って鍵を待つか。はい、猿がココナッツ食う。お、月が来る。月取りましょう。月はウサギかオオカミか、絡みがあるので、まあ、その辺狙っていきたいかな。ちょっと引き直してみる。お、大富豪は偉い。へへへ。大富豪2体目初数。犬パール信者、これはスキップかな。あ、今引き直してもよかったね。で、225、ここの支払いは切り抜けた。7スピン後に300。このね、225300のあたりがかなり厳しいんだよね、いつも。ちょっと引き直してみるか。お、また大富豪、これは偉い。バナナのリッキー取っておきますか。ほいほいほい。ね、猿か。これも引き直してみる。富野はまあ一応取ってもいいか。ほい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 。ギャンブラーの破壊手段もそろそろ欲しいですね。キャンディーはジャックオーランタンがあるので取る。信者怒り三面ダイス。ここもちょっと引き直してみましょう。賞金稼ぎか。まあ忍者二人目を取ってみるのも、どうせ、ね、シンボルが結構溢れてるので、まあでも取らないか。ちょっと引き直してみよう。三面ダイスよりは虚空のフルーツ欲しいかな。ギャンブラーの破壊のためにね、サイコロも一つぐらいそろそろ欲しいんだけどね。やっぱ五面ダイス欲しいよね、という感じですね。これは小石追加して、レアリティ上げていきますか。ケルナイトもあるんでね。ダイヤエッセンス、排出のまじない。コイン的には余裕ありそうなので、エッセンスカプセル取ってみてもいいか、今回は。ところが、エッセンスカプセルが支払いの前に割れない。あー、これは大富豪さすがに取る。ほい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 。本当にエッセンスカプセル割れない。300払う。次は8スピン後に375ですね。望遠鏡か。あ、望遠鏡を取りましょう。あ、で、バーテンダー酒出せば、ドワーフが飲んでくれる。お、マネッコ。マネッコ取りましょう。今回は猫は、最初の一匹のみですね。そうか、まあ、ちょっと一旦、パールとか花は、消しておくか。で、望遠鏡どうしようかな。一旦無効にしとくか。オッケー、これでいく。ほい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 。虚空のストーン、巨大な壺、バナナの皮。まあ、虚空のストーン取っておくか。ほい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 。バナナの皮、ドワーフ、カメ。ちょっと引き直してみる。これはスキップ。作業台欲しいな。タイムカプセル取る。ほい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 。タイムカプセルからキャンディー。幼児が共有する。ここもスキップですね。大富豪、貴婦人、プレゼント。貴婦人か。まあまあまあ、バーテンダーいるからマティーニ飲んでくれるんじゃないかっていうことで言うと、大富豪を取るより貴婦人取っとくのもありかもしれん。貴婦人一応取りましょう。バーテンダーがなかなか、お酒を今回出さないね。ココナッツは取ってもいい。猿の餌。1スピン後に375。意外と厳しくなってる。これは取るものがない。スキップ。これ出し惜しみして、失敗したらかなり厳しいので、一旦望遠鏡有効にしよう。なんか死にそう。猿がココナッツ作ってくれる可能性は上がるからね、これで。オッケー、行きましょう。あー、そもそも隣接してた。なるほど、なるほど。54。なんとか375払いましたね。っていうか、ギリギリだな、それでも。8スピン後に450。アイテム支給。
そうだね。お、タイムマシンエッセンスは結構強いね。タイムマシンエッセンス取りますか。タイムマシンエッセンス取る。お、魔法の鍵が来た。えらい。レモンも取りましょう。これでいく。望遠鏡どうしようかな。魔法の鍵で金庫両方ダブルで開けられたら嬉しいので、このまま行きましょうか。あ、オッケー。そもそも素で開く。杖は。はい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 。一気に300。これはでかいね。で、ここは鉱石取りましょうか。で、望遠鏡また向こうにしておく。ケルナイトがあるから、鉱石は、先取りしやすいですね。まあ、ドワーフの作業台を早くゲットしたいところ。って言ってる間にドワーフ来る。これ幸運かな、さすがに。で、猿がココナッツ食う。コメディアン、ダイヤ、キャンディー。まあ、コメディアン取りましょう。猿とも幼児とも相性がいい。カラス、カササギ、ロックボックス。これは、ちょっと鍵もなくなっちゃったし、スキップかな。ほい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 。次の支払いまでは、なんとか、現状でもなってますね。トランプは、今回はあんまり取れてないので、むしろ幼児にプレゼントを開けさせましょうか。はいはい、オッケーオッケー、そう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 、コメディアンと幼児が絡みながらプレゼントも開ける。42でかいね。これはケミカルかな。破壊のまじないもね、ちょっとシンボル溢れ気味なのと、鉱石をね、一応破壊のまじないでも壊せるし、ギャンブラー壊してくれてもいいという意味では取っても良さそうな気がするが、バーテンダー貴婦人あたりはちょっと壊されたくないぞということで、ケミカルにしますか。ふい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 。ミダス、ハチミツ、三面ダイスか。ハチミツに絡む人は、現状はいないのかな。ちょっと引き直してみるか。クマが、引き直しで入れ違いでクマが来るのは別に嬉しくないな。まあ、トミノでも取っておくか。ほいほいほい。450支払う。次は急スピン後に600ですね。作業台マジで欲しい。これはケルナイトのカイル、あー、ケルナイトのカイルのエッセンスを取るか。ケルナイトのカイルエッセンス取りましょう。で、タイムマシンの、エッセンスの効果を発動するためにちょっと凍った化石取っておいてみたいかな。でもこれゼロ、そうだな。ちょっと次急スピン後に600が怖い気もするから、虚空のクリーチャーか。お、メビウスのは、これはメビウスのは取りましょう。はじゃなくて帯になってるか、帯を。これ大富豪来てほしいな。大富豪をギロチンかけながらメビウスの帯のカウントを進めていきたい。おっと、今のはなんだ。なんか、富のカプセルがやたらと割れた気がする。はいはい。ああ、メビウスの帯の効果か、今の。シンボルが壊れた時 50% の確率で、この辺が追加されるよと。今のこれだね。ほい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 。ドーノやヒヨコ、マティーニ。ああ、これマティーニ一応貴婦人いるから取りますか。44。国のクリーチャー取りましょう。4スピン後に600ならまだまだ可能性あるかな。幸運のカプセル取りましょう。マティーニ早く飲んでほしいな。イカ様カプセル割ってもいいか。今ならなんとかなりそうな気もする。はい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 。カプセルが2つ割れて、オムレツか。まあ一応3コイン出すから取っておくか。はい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 。オッケーオッケーオッケー。ほいほいほい。なんとかなりましたね。600、払えますよと。まあこれはスキップ。37。600支払って、次は急スピン後に650アイテム配られる。二人目のバーテンダー取りますか。マティーニをね、出してほしい。で、泥棒の手袋取る。
お、何か注いだね。アルコールをバーテンダーが出す。アイテムカプセル取りましょう。ここから何が出るか。まあ、ドワーフ用にビール取る。増えたアイテムはロックピック。あ、これはありがたいね。オッケー、貴婦人マーティーニ飲む。ドワーフに隣り合っているマーティーニを破壊する。月2個目取ってみましょうか。ウサギとかが出たら嬉しいんですが、お、ビールドワーフ飲んだね。よし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 。チェリーロックボックス、エッセンスカプセル。これは、ゴスピン後に650だとちょっと怖い気もするが、エッセンスカプセル取りたい気もする。まあ、ロックピックあるからロックボックス取ってもいいんだが、どうかな。いや、これちょっとエッセンスカプセル取るのは危ない気がするな。引き直してみるか、いっそ。あ、鉱石取りましょう。オッケー、ビール飲む。賞金稼ぎか。まあ、ちょっとスキップだな。46。3スピン後に650。ちょっとこれ危ないな、本当に。鍵は、まあ、ロックピックあるし、箱もないから取ってもしょうがないね。スキップしましょう。ちょっとこれ怖いな。ダメそうか。さあ、2スピンで650。まずいね。これ出し惜しみしてる場合じゃない気がするんで、望遠鏡有効にしましょう。まあそうね、コメディアンと、幼児が盤面に多く出てくれれば、望遠鏡で触れ合ってくれて、まあ、まねっことか猿が絡めば、もうちょっとなんとかなるのかなーって感じですかね。ちょっといらないもの消しましょうか。チェリーいらないね。チェリーと、まあ、バナナの皮。あ、コインか。コインが先にいらないね。オッケー。これで行きましょう。ドワーフの樽もね、ちょっと割るタイミングがないというか、作業台来ないとさすがに割れないもんね。これで行こう。ほい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 。オッケー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 。割といろいろ触れ合った。それでも64。あー、これ厳しい。ダメかもしんない。望遠鏡消えちゃったしな。ラストか。あー、ちょっとダメそうですね。はい、ということで今回はここでちょっと脱落か。まあ、マネっ子強かったと思うんだが、まあ、ギャンブラー処理できなかったのがいかんな。ギャンブラー処理できたら、スピンのたびに2コイン増加で92だから180ぐらい、出せたので、まあ、やっぱダイス、3面ダイスでもいいから取っとくべきだったか。ちょっとなぁ。あとはね、作業台を期待しすぎたところがあるので、ドワーフね、まあ、樽、まだ割ってないから、3人しかいないけど、これ割れば10人になって、ね、鉱石割って一気にみたいなことができたかなと思いますが、そこがちょっとね、来てくんなかったっすね。なるほど、なるほど。はい、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。